12月8日、報知プロスポーツ大賞受賞式が行われました。どんな方が受賞したかといいますと、石川遼選手、ゴルフ界で活躍しました。そして宮里藍選手、そうそうたるメンバーです。さらには原辰徳監督、この中で西岡選手も栄誉を受けました。先ほどがおっしゃってましたが、24年ぶりの海外防衛達成ということですね。価値がありますね、やっぱりね。昔から歴史のある賞をいただけて本当に嬉しく思っています。前から常々言っているように、日本人としての世界チャンピオンではなく、世界の西岡を目指しているので、そうですね、来年からそれに向けて海外で名前を売りたいです。皆さん、今年1年間、たくさんの応援本当にありがとうございました。来年も皆さんに喜んでもらえるような KO 防衛、そして海外への進出、いろんなことに挑戦していきたいと思っていますので、これからも応援よろしくお願いします。そして西岡選手、一番最近の試合ですと10月のワオフェス、ダブル世界タイトルマッチに登場しました。ここでも元チャンピオンのイバン・エルナンデスに TKO 勝ちを収めましたね。強さを発揮した試合でありました。浜さん、次の4度目の防衛戦のプランはどうなってるんですか？来年の春ごろ予定しています。春ですか、楽しみです。どんどん本当にその西岡自身、選手自身が言ってるんですが、強くなっている、そういう感じが本当ビンビン伝わってますね。